前回に引き続きソニックのギターを見ていこうと思います。 TL タイプに続いてストラットタイプを弾いていきましょう。かなりアグレッシブな感じのキャラクターだなと思います。前回の TL タイプと比べてもより荒々しいキャラクターを感じます。ストラトタイプもフルアップでバイパスされるポットを使用しているので、わずかに絞ることで広域のニュアンスを変えることができます。ギターのボリュームとかって普通はマックスにした状態を基本にすると思うんですが、ソニックのギターを使う場合ボリューム 9.5 ぐらいを基本にして、ワイルドさが欲しい時だけフルアップするようにするといいんじゃないかなと思います。そして TL タイプの方はトーンを引っ張るとターボスイッチというものがありましたけど、ストラトタイプの方は通常センタートーンのところがターボブレンダーとなっています。リアやセンターピックアップを鳴らしている時にターボブレンダーを上げていくことでフロントピックアップが直列にミックスされます。 TL タイプのターボスイッチと違ってブレンド量をコントロールできるので、より自由度が増していると思います。よくね、ストラトのリアって細いので使いづらいと言われたりしますけど、そういう人はターボブレンダーがあるとかなり嬉しいんじゃないかなと思います。ここまでリアとフロントの音が中心だったので、ここでセンターとハーフトーンの音も聞いておきましょう。ポットは少し絞った状態で鳴らしてますが、どのポジションでもやっぱり元気なサウンドだなと思います。前回の TL タイプと比べてメイプル指板というのもありますけど、伝送系だけじゃなくギター自体が結構ワイルドな鳴り方をしているような感じがあります。個人的にも結構好きな感じです。最後に TL タイプとストラトタイプでちょっと音を交互に聞いてみましょう。指板材も違うし、比較というよりはちょっとした参考程度に聞いてみてください。個人的に TL タイプの方は割とクリアな印象があるのに対して、
ストラトタイプはゴリッとしたキャラクターが強く出てるなと感じます。ただそれ以上に2本ともソニックの特徴というかオープンなハイとか言ったところがよく出てるなと感じました。ということでソニックのギターについて見てまいりました。個人的にもそうですけど、ソニックって名前は知ってるけど弾いたことはないよという人がね多いブランドなんじゃないかと思うんですが、今回の動画でね特徴が伝わっていれば嬉しいなと思います。動画なんでね音を中心に紹介したんですけど、ソニックの真髄は調整、まあ、弾きやすさとか安定感とかねそういったところだと思ってます。こればっかりは正直弾いてみてもらわないと伝わらないんですけど、まあ、ソニックを作ってる人が調整してくれた僕のエキゾチックは何の不満もなくね長年やってますので、まあ、ぜひ皆さんもねそれを体験してほしいなと思います。ソニックのギター見かけたらぜひ弾いてみてください。ということで今回も終わりたいと思います。ありがとうございました。